海江田ジョージは日本の俳優である。本名は加藤の武しである。1908年3月1日、秋田県北秋田郡大館町に加藤の武しとして生まれる。1930年、同郷の映画監督、辻吉郎を頼って京都に移り、辻の所属する日活渦政撮影所に入社する。同年、 辻監督による主演作、またたびしぐれで映画界にデビュー。続いて、大河内伝次郎が出演予定だった同監督の代挙の主演に急遽抜擢され、スターの道を歩み始める。1931年、稲垣博監督の男たちばやりで、片岡千恵蔵と共演。翌1932年には、辻監督の靴かけ時次郎で主演する。 1933年、荒井良平監督による、主演作、心臓兄弟を最後に、日活渦ず政を去り、東京に移り、日本映画玉川撮影所で、柴聖火監督の、旅がっぱだんだら染めに主演した後、東京、巣鴨の河愛映画制作者に移籍する。同社でも、スターとして迎えられ、入社第一作は、中島富光監督の、天外老老記》であった。 同年、河合が大都映画に、改祖されて移籍、海江田ジョージプロダクションを起こし、中島とミミツを監督に主演作、江戸県美脚を制作し、大都映画が配給した。1936年には、石山稔監督による、主演作、ミトローを最後に大都映画を、退社、再び、海江田ジョージプロダクションで、極東映画の小倉八郎を監督に、主演作。 日山雄三動を制作1937年極東映画が配給した。同年、京都に戻り、今井リスケの今井映画製作所に入社した。入社第一作は、小井秀夫監督による主演作、青葉城異変であった。翌1938年には、同社は画解するので、後藤正信監督の両国剣林を最後に、 東方映画京都撮影所に遺跡3作に出演した後、松竹下加茂撮影所に遺跡した。遺跡第一作は、二川文太郎監督の鬼面三日月等であった。同社には、第二次世界大戦中まで在籍し、溝口健二監督の元禄中心蔵前編後編で堀部康兵衛を演じている。戦後は、1950年。 佐伯清監督の嵐勘十郎主演作、大トののぎりに出演して復帰している。京都作品を中心に多くの作品に出演した。1986年4月11日、死去した。満78歳遺没。ありがとうございます。